はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、免許を取ろうやっていきたいと思います。さあ、ルーレットで共感選択。あ、誉れだ、ますみさんですね、こりゃ。でですね、今日がですね、2022年の10月3日月曜日ですね、23時11分に収録しています。こないだかね、 YouTube 見てましたらですね、ウェザーニュースのね、ポンコの首が折れるとかってタイトルでコメント欄見てたらですね、ウィル・クラークさんがいましたね。びっくりしましたね。まさかっていうところでしたね。あれ、これどうやって、これか、まさかのウィル・クラークさんがいましたね。合図を出し忘れたぞ。あれ、あ、そっか、合図出さなきゃいけない。はい、 OK。で、二両編成だっけ、これ。ね、総武線じゃないけど、なんか、西武鉄道に真ん中、ああいう電車ありましたけど。あ、反対側から向くの、これ。そんな演出もあったっけ、これ。いつまでなってんだろう。すごいね。ちゃんと反対側からも電車来るっていう。でね、まあウェザーニュースの話に戻りますけどね、ウィル・クラークさんいましたよ。低速ギアのまま一気に走り抜けるぞ。びっくりしましたね。巻き込みに注意。ギアを下げてゆっくり行くんだ。まあアイリンさんですよね。まあポンコっていう言うんですけどね。あれなんだっけ、 VTuber の部類になると思うんですけど、まあ、ポンコ、アイリンさんがね、マネージャーで。止まるんだ。あれ、あ、失敗した。信号無視だぞ。あ、これ信号無視した。またこれ、あれだな。一回やり直しだね、これ。そのまま真っ直ぐ走行。まあ、ポンコがいました。VTuber のポンコがいてね、マネージャーが山岸アイリさんっていうね。でもアイリンさんも年齢がもう33とか4って言ってました、ね、若いですね。左右の安全を確認しよう。今報道ステーションにいる、あの報道ステーションの、あの天気予報士、合図を出し忘れたぞ。気象予報士やってる、あの泉さんが31とか32だったと思うんで、1個か2個しか年違わないんで、あの2人のクロストーク面白かったけどね、ベテラン同士のね。仲いいんじゃないですかね。あの流星群、なんとか座流星群の時に星見に行こうって言って2人で行ったらしいんですよ。もうちょっと左に寄せる。でお菓子持ち寄ろって言ったら、泉全然持ってこなかったって、お菓子全然持ってこなかったって言ってました。そのまま真っ直ぐ走行。まあそれぐらい仲がいい。まあ結構ね、あのウェザーニュースのキャスター結構ね、インスタグラムとか上げて、結構オフショットとかね、二人でどっか行ったりする画像とか、僕はインスタグラム見たことないんですけどね、とか結構やってるらしいですよ。キープレフト。暗くて見えないんだね。まあ最近でもウェザーニュースも新しいキャスター増えてきてますからね。大島リオンさんとかね、時田さんだったよね。その二人が入ってきて、また新しい人が入ってきまして、名前があんまちょっと出てこないですけど。三速に入れる。でも男のキャスターってなかなか、昔はいたんですけどね、男のキャスター。最近はもうずっと女の人が多いです。エンジンブレーキを使う。
宇野沢さんとかね、山口さん、まあ男性ですけどね、人気ありますよ、ね、ハンドルをゆっくり右に回す。そのまままっすぐ三速に入れる。グッサンって言われて、山口さんと宇野沢さんは知ってるんだけど、顔は分かんだけど、なんかね、名前ちょっと覚えてる。毎日見てるわけじゃないから分かんないんだけど。クラッチを切ってからだ。これクリアできるかな。クリアできないんじゃない。あ、終わりなんだ。ゆっくり減速して停車をする。はい。ハンドブレーキを引け。はい。教習終了だ。やり直しだ。ああ、今の教習やり直す。やり直せか。76点か。まあ、信号無視しなきゃクリアできたってことだね。リラックスしていつも通りで行け。はい、行きます。シートベルトを忘れてはダメだ。まあ、これもそんなに難しくなさそうだね。一時停止してきちんと安全確認しろ。はい、ウェザーニュースもな、おゆいって言われてる人、小牧ゆいさんね、ストッキングくださいってコメント来た人で、ね、低速ギアのまま一気に走り抜けるぞ。あとは検索禁止の高山奈々さんね。ギアを下げてゆっくり行くんだ。で、なぜかラスボス扱いの山岸やイミキャスターっていう。あの人誰だっけな、小牧結衣さんと仲いい人、その人もいるんですよね。なあ、檜山さんね。 NHK のさ、男性のお天気キャスターで檜山さんっているんですよね。アクセルから足を離す。ゆっくり減速だ。あの檜山さんとは関係ないんですかね。兄弟とか姉妹って、姉妹じゃないですけどね、兄弟とかそういう関係じゃないですよね。ただ名前が、でも漢字も一緒なんですよね。檜山ってヒノキって書く檜山、木偏に合うじゃなくてね、あの阪神の檜山さんみたいなね。そう、あれは、あの漢字は簡単ですけど、難しい方のヒノキって書く方、ヒノキみたいな字を書く方の檜山、難しい方の檜山の檜なんです。まあ、あの NHK の男の人の檜山さんとウェザーニュースの檜山さん、多分関係ないと思う。関係ないのかな。でも大島リオンさんね、あの人と漢字変わりましたね。あの人は漢字変わったね。最初出てきた時と全然、やっぱり髪型変えたのかな。髪型変えるとやっぱ全然違いますよ。あれ？左右の安全を確認しよう。まあ女の人はなんかちょっと変わる、何か変わると全然別人になっちゃいますからね。起きたキャスターだったかな。なんか最近なんか野球見に行ったんですよね、お父さんとね。でも野球知らないんだね、時田キャスターって人。全然野球知らない、ね、もうちょっと左に寄せる。まあ、大体幕張のスタジオ来てね、あの QVC マリンでなんか野球見に行ったっていうツイッターで見たんですけどね。全然野球は知らないっていう。もうちょっと左に寄せる。あんまりでも野球知ってるキャスターはいないんじゃないですかね。
まあ、あんまり野球好きな女の人って、まあ、昔に比べたら増えましたけどね。キープレフト。キープレフト。でもあのお天気番組は本当に男狙いですよね。完全視聴者男狙い。少しアクセルを緩めろ。60キロ制限のトルコで。アクセルペダルをゆっくり踏む。はい、アクセルペダルをゆっくり。少しアクセルを緩めろ。50キロ超えるとダメなんだ。エンジンブレーキを使う。はい。こういう感じかな。2速で行った方が楽で。はい、右に回す。さっきよりは点数いいんじゃない。3速にカーブに。ピッと。おはよう。3速に入れるって。ああ、これ初めてのコメントなんで、多分順調なんでしょうね。ハンドルをゆっくり右に回す。はい、右。これで終わりか。踏切の前で終わりじゃなかった。あ、OK。ゆっくり減速して停車をする。はい。ハンドブレーキを引け。はい。聴衆終了。これはもう合格でしょう。はあ、よしとしてやるって。よし、合格だ。よし、合格だって。80点のギリギリだな。ギリギリでしたね。じゃあ、学科教習やって終わりかな。学科教習ね。飛び飛びでやってるから、全然問題覚えてないんだよ。お疲れ様でした。頑張ってください。飛び飛びでやってるから本当に覚えてない。問題覚えてない。さあどう出るか。ああ、通経路ね。で、案内標識を頼りに帰って道に迷う。いいですね。案内標識は、OK、これは大丈夫ね。道路に駐停車している。この駐停車しね。OK、その通り。丸。二重駐車はいけませんよ。はい。8時間までじゃなかった。だから、夜8時から。な、ダメじゃない。ピンポーン。8時間を超える駐車はしてはいけません。8時間まではいいってことなんだよ。すごいですね。古くても構わない。新しい道路、高速道路まで。あ、よくできました。最短距離の道路。これはちゃんと勉強したみたいですね。混雑する道路や狭い道路。はい、次。ナンバー汚れたまま運転してバツだ。ナンバープレートの番号は、はっきりと読め。バツや。いいですね。30キロ。自動二輪車の荷物制限は60キロですが。あ、原付停止が30キロ。ちゃんと勉強したみたいですね。あ、完全クリアできるか。よくできました。完璧。知らない道路では孫つきやすいので。100点だ。すごいじゃないですかって言われますね、これは。どうでしょう。パーフェクト合格じゃないですか。そうですね。はい、ということで、まあこの辺でね、やめておきたいと思います。で、セーブ画面。はい、セーブ画面はこんな感じです。はい、 OK。 はい、ということでね、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。